阿部大地選手の試合前インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりましたが、現在の心境はいかがでしょうか？そうですね、コンディションともに、バッチリ作り上げてきてるんで、はい、試合楽しみにしておいてください。ありがとうございます。前回の試合、かなりすごくご自身的にもいい勝ち方だったと思うんですけども、今回ももちろんそういった勝ち方で2連勝というか連勝をしたいというところでしょうか？そうですね、やっぱりファンが望んでる試合って僕のやっぱ打ち合いだったりストライキングだと思うんで、そこで圧倒的な試合をして勝ちたいと思ってます。ありがとうございます。それでは今回の対戦相手の印象を教えていただけますでしょうか？そうですね、印象としては、ベテランな選手だなって、試合の経験も豊富だし、その中で、やっぱりその寝技に特化してるんじゃないかなと思ってます。前回の相手も、グラップラーだったと思うんですけども、そういった意味で今回も同じグラップラーだと思いますが、そこはやはりその相手の寝技に付き合わず、ご自身の得意な打撃で攻めたいというところでしょうか？そうですね、やっぱ僕のやっぱ持ち味がやっぱその打撃なんで、その寝技は付き合わないで、そのやっぱ、本当に圧倒して倒したいなと思ってます。ありがとうございます。今回の試合、ズバリテーマはございますか？あれば教えてください。テーマは一方的に僕がその試合の空間を制覇して倒すということですかね。わかりました、ありがとうございます。その一方的に制覇して倒すということなんですが、試合の展開としては、何ラウンドでどういうことが起きてとかっていう、どういうイメージを持っておりますでしょうか？イメージは別にいつも通り戦うんで、そのラウンドをこのラウンド決めるとかそういうのはないんですけど、何が何でも倒すというスタイルでやっていきます。わかりました、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それでは続いて、今ズームでつながっております、実況担当します高橋アナ、お願いできますでしょうか？当日実況担当いたします高橋と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。阿部選手は圧倒的な打撃で一方的にと今コメントもあったんですが、一番阿部選手の中でそのストライキング打撃で得意なものって何なんでしょう？ちょっと具体的に教えていただけるとありがたいです。得意なものですか？やっぱ右のパンチですかね。右のパンチでもストレートなのか、はい、なのか、あ、多分何でも倒せます。多分右でも左でも倒せるとは思います。距離的には遠いところから行く方が得意なのか、近い距離でスパンと当てる方が得意なのかっていうのはありますか？そうですね、両方練習してるんで、遠い距離でも近い距離からでも、パンチでも蹴りでもいけるかなって思ってます。ご自身が好きなのはどういう展開でしょう？近い距離でバチバチ打ち合うのか、遠いところから狙いすましてパコン入っていくのか。そうですね、近い距離で打ち合うの好きですね。なるほど、ありがとうございます。勝てば大臣3連勝となりますが、先に見据えるものはありますか？そうですね、それはちょっと試合終わってから言おうと思ってます。わかりました、楽しみにしたいと思います。はい、今回ゴミ選手は何かおっしゃっていましたか？ゴミさんですか？いろいろなんかその試合に関してはいろいろ、はい、言ってます。こう何か例えばこう、応援コメントというか勝つみたいな感じでもいいんですけど、何か印象的な言葉コメントがあれば教えていただきたいと思います。そうですね、自分のスタイルを貫けということですかね。今回ゴミ選手セコンドにはされますか？来ますね、明日来ます。あ、なるほど、はい、言いました。あとご自身の技を磨くことに特化した練習、相手に付き合うというよりもご自身の技を磨くことに特化した練習を主にやってきたとおっしゃっていたんですが、ちょっと言える範囲で教えていただければと思います。そうですね、やっぱ組んできてからでもそこを剥がしてからの打撃だったり、相手の前に付き合わず自分の距離でもう戦う空間を制圧する練習などいろいろやってましたね。わかりました、私から以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？ご質問、はい、ではお願いします。ハワイでのやつは7月だったんでしょうか？その武田選手とも練習してきた。6月に武田と一緒に合宿行ってましたね。なるほど。
で、それ試合終わってからもなんかまた行く予定ではありました。あ、なるほど。はい。その2人の練習というのはこう、ご自身、阿部選手にとってはこうどういう、あれがあったりとか、効果というか。そうですね、やっぱりあっちの MMA って本当に技術練習をメインでやって、でその後にスパーリングを繰り返して、でまた技術練習をして、でそのやっぱりその覚えた技術をすぐスパーリングで使える、でまたスパーリングで使えなかったところまた技術練習ですぐ活かせるっていう、その繰り返しの練習がすげえ非常に良かったなって思ってます。それを日本にも持ち帰ってきて。そうですね、日本でもやってます。ありがとうございます。